はい、積みのブースにやってきました。積みのブースはなんとこちらにですね、赤い甲冑を着た春森さんがいらっしゃいまして、今日はこれはどういったあれでこの格好で。弊社はスタジオ商品を取り扱っていまして、はい、今日はあの大型スロボを構えて、はい、こちらでモデルをやっております。そうだったんですか、はい、すごいですね。でも今日はぜひ撮ったら、はい、ブスリエの春森さんがこのような感じ、よろしくお願いします。はい、それですいません、早速なんですけども、新製品をですねちょっと紹介していただくということで、はい、こちらが注目の今の新製品。そうですね、はい、カメラの液晶を保護するフィルムで、はい、新製品として今回発売させていただいておりまして、はい、ガラスと同じ高度 QH を持つフィルムです、はいはいはい、フィルムなのにガラスと同じ コードを持ちます、はい、つまり割れないんです。へー、通常ガラスの場合は、はい、割れていくんですね、はいはいはい、欠けていたり、はいはいはい、割れていくんですが、これはフィルムなので割れません。なるほど、はい、それが一番の特徴、割れないのに硬い、硬い保護をしてくれる新製品でございます、はい、で周りをレーザーカットしておりますので、はいはい、1枚1枚とても綺麗にカットされております、はいはい、でクリア度もあって、はい、すごく強いんですね、はい、まあ、中級機種以上持って、はい、機種を揃えておりますので、はい、で全て日本で製造、はい、日本で加工されています、はい、とてもぜひ売れてますので、はい、ぜひ注目したいですね。でもう一つ面白い製品がこちらなんですけれども、これはどのような製品でしょうか、はい、こちらの商品は自撮り棒の一種で、はい、GoPro のカメラを取り付けたり、はい、普通のカメラを取り付けることができる商品です、はい、アクションポッド 3way ということで、こちら折りたたむとこのサイズになるんですか。そうですね、折りたたむとコンパクトで持ち運びやすいサイズとなっています。はい、はい、これなんかいろいろ形が変えられるそうですけど。そうですね、はい、自撮りの撮影と、はい、あとですねスタビライザー的な使い方もできます。よいしょ、こういう感じで、はい、こういう感じでいろんな角度から使うことができます。角度をつけて撮ったり、はい、下からとかね、そうです、上からとか、上はこうかな、まあ、わかんないですけど、はい、はい、でさらに、はい、こちらですね、後ろにネジを回しますと三脚がついておりまして、あそこ三脚なんですね、はい、これを取り付けることによって、はい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 、じゃあですね立つことができますので、その場でですね立たせてというセルフの撮影もできます。これ便利ですね、はい、はい、これはお値段いくらぐらい。はい、こちら5980円で販売しております、はい、はい、面白い製品です。